では、ケテアルグミックス、やっていきたいと思います。今日はね、ロスアイランド最強の生物、シノワクロプスについて総合解説、やっていきたいと思います。こいつね、マジで今までの生物の常識を超えた、ジェネリックテックスーツみたいな感じになっておりますので、マジで強い。ということで、本日はシノマクロプスピックアップしていきたいと思います。本日も来たこちら1つ目、シノマクロプスの概要について、2つ目、特殊能力、そして最後にシノマクロプスの感想を言ってみたいと思います。それではまず1つ目に、シノマクロプスの概要なんだけど、こいつはね、完全にロストアイランドの新恐竜となっておりまして、固有生物になっております。ロストアイランド固有生物、かつロストアイランドで初めて出た新恐竜で、まあ今見てる通り、肩乗り生物の役割っていう感じになってますので、まあカワウソとかと同じ感じで、まあ肩乗りっていうか、まあなんか完全におんぶしてるみたいな感じになってるんだけど、こんな感じで、まあリュックサックみたいな立ち位置でこうやってひっついてるっていう感じの、まあ可愛い生物ではありますね。で、まあこのシノマクロプスね、マジでやばくて、本当にね、あのね、まあそう強いとかギガノトの強さとかっていう方向のベクトルじゃなくて、便利っていうベクトル、曲振りした、マジで超絶、便利な生物になっております。飛べる、滑空、パラシュート、なんでもあるだぞ、これっていう感じで、完全にジェネリックテックスーツです。今、特殊能力はね、次の項目で詳しく話しますので、こんな感じの能力がありますよっていうところで、マジ最強っていうのだけ覚えてもらえれば大丈夫です。で、生息域に関しては、公式サイトのスポーンマップを出しますが、こんな感じになっております。まあ、とりあえず、まあ、どこでも出ますって感じですね。めちゃめちゃ広範囲に出ます。で、しかも、こいつ、足速いのね。まあ、足速いで、まあ、飛行速度が速いんですよ。で、さらに、やっぱ飛行生物なので、まあ、羊とか、モスコみたいな感じで、まあ、いじめられて、普通にキルされるみたいな野生同士の戦いで、っていうのが結構少なくて逃げ切るので、この生物って足速いので。なので、いろんなね、争いごとに巻き込まれたとしても生き残ってることが多くて、まあまあね、まあ、雪フクロウとかで、ちゃんとね、サーモグラフィーとか、あとはテックヘルムとかで、まあ、しっかり見てると、簡単に見つかるような生物ではありますので、レベル自体はまあ運ゲーなんだけど、この個体を見つけること自体は全然ね苦労しないかなみたいな感じで、かなりいろんなところで見るかなっていうところですね。で、スポーンマップのコツとしては、多少ね黄色とかオレンジとかのスポーン確率が低くても、スポーン面積が広ければ全然ね見つけること可能なので、まあ、そこら辺を鑑みて、まあ、緑かつ広いので、まあ、めっちゃ見るよねみたいな感じのイメージですね、スポーンとしては。で、ネックとなってくるのがスポーンじゃなくてテイムの方なんだよね。で、テイムはね、ほんと初見殺しだから、結構ちゃんとしたね、説明がないと難しいなっていうところがありまして、で、紙トラップとかも充実してますので、別動画でね、テイム方法の、まあ、詳細とか解説とか紙トラップについては出してますので、まあ、そちら見てくださいっていう感じなので、動画詳細欄ね、置いておきますって感じです。っていうのも、このテイムとか紙トラップとか、そこら辺のテイム面に関してしっかり説明しようとすると、時間が足りなくなってしまいますので、はい、すごい長い動画になっちゃいますので、一旦そこはね、ちょっと別動画で、別途ね、この動画見終わった後見ていただければと思っております。っていう感じで、まあ、シノマクロプスね、テイムだけはちょっとね、トリッキーかなって感じ。一応ね、ざっくり言うと、キッチン手渡しっていう感じなんだよね。で、こいつは結構ね、初見殺しで、自分から近づいちゃいけないっていうポイントがあるので、そこら辺を考慮して手渡しテイムでキッチンを渡さないといけないって感じですね。で、ちなみに餌はね、ヒソチョウと一緒でキッチンしか食わないので、ご注意くださいって感じです。で、この飛ぶ際ね、この普通にパタパタして飛ぶ際とかに、めっちゃスタミナ食うので、キチンの消費量ね、食料の消費量がめちゃくちゃ多いので、そこだけご注意くださいって感じ。めっちゃね、キチン食うから、予想してた数倍も食料値の減りが早くて、で、そのせいで食料ゼロになって HP 減ってみたいなこと全然あり得るので、餓死しやすい動物ではあるので、そこね、お気をつけくださいって感じ。テックスーツみたいな飛ぶ機能使うのはいいんだけど、スタミナめっちゃ消費するって感じかな。まあ、マナガルムとかもさ、やっぱスタミナ消費してブレストジャンプして、そのスタミナ消費の回復を食料値でするから、そのせいで食料値がガンガン減っていくみたいなのが、まあ、シノマクロプスでも起きるので、食料値の餓死とかにはご注意くださいっていう感じではあります。っていう感じでね、ざっくりね、概要をお伝えしましたが、まあ、テイム方法は少しトリッキーで難しい部分があるんですが、シノマクロプス全体的な評価としては神です、僕は。はい。僕は神だと思ってます。マジでやばい。必須生物強すぎてバランスブレーカーになってます。はい、超便利っていうところですね。それでは次にシノマクロプスの特殊能力やっていきたいと思います。まあ、この神生物というね、ゆえんを、お見せしていきたいと思います。まずね、さっきからちょいちょいやってるんだけど、まあ、ジェネリック版テックスーツっていうところなんだけど、まあ、ジェネリック医薬品みたいな感じでテックスーツと同じことできます。飛べます。滑空できます。まあ、なんなら滑空はテックスーツじゃできないから、これはグライダースーツの機能なんだけど、ノーコスト。まあ、スタミナだけで滑空できます。で、パラシュートのように、こうやってパラシュート落下できます。この状態で降りたら、落下ダメージないです。はい。
やばくね。滑空、パラシュート、そして単純な上昇ができます。でこれによって何が起きたかっていうと、タペアラが完全に死にました。はい。どういうことかっていうと、建築をするとき、上の方に、建材とか置きたいな、みたいな。タペアラって便利だよね。上下、左右、いい感じに移動できるし。シノバクラプス、あ、ま、テックサドル、あ、あるし、ね。あ、じゃあちょっと、タペアラの、メンタルが死にそうなんで、次の項目いってみましょう。はい。それでは次に、飛べる他の機能として、バックパック機能があります。これマジでやばい。で PC だと R 長押しをするとこんな感じでシノマクロプスのオプション画面が出ます。これ何かっていうと、単純にシノマクロプスをこうやってなんていうの、この E ボタン、インベントリーを開くってあるじゃん。この長押しでオプションを開くってあるじゃん。この長押しオプションね、これの簡易版が R 長押しで出るみたいな感じですね。で、R ボタンを押すと、この肩乗り状態のシノマクロプスに簡易アクセスできて、この上ですね、一番上のシノマクロプス、名前が書いてあるとこですね。ここを押すとインベントリに繋がります。で、インベントリになんか色々入れることができるっていう感じですね。ということで、バックパック機能を持ってます。やばくね？バックパックを使います。なんと、肩乗りの状態でインベントリを使うことができます。あー、でもあれなんでしょう？こちらのバックパック、どうせ肩乗り生物だから、あれなんでしょう？ちょっとしか持つこと、叶わないんでしょう？いやいや、奥さん、なんと、今回はですね、シノマクロプスさん、特殊なキャンペーンを行っておりまして、なんと、重量が、半減します。はい。見てくださいね。今ちょっと分かりづらいんで、左のインベントリ軽にしますね。右のインベントリがシノマクロプスです。今、このデザートズボンが3キロとなっております。この右のインベントリシノマクロプスですね。じゃあ僕の人間のね、サバイバーのインベントリに戻したいと思います。あれ ?6 キロだ!そうなんです!なんと、お得な 50% オフなんですね、重量が。ということで、送料無料で 50% オフさせていただきます。シノマクロプスやべえぞ!ということで、重量個体のシノバクロプスがいるとマジでエグいことになります。はい。で今ねちょっとねデザートグローブで試してみたんだけど、デザートグローブは自分が持つと1キロなんだよね。でシノバクロプスが持つと 0.5 キロ、でさらにシノバクロプスが持った状態で自分が背負うと自分に 0.3 キロっていう形の重量が加算されましたので、おそらく、まあ、重量7割カットぐらいで持てるようなイメージなんじゃないかなと思いますね。ちょっと正式な数値がねウィキとかで見つけられなかったんだけど、まあ、デザートグローブがねちょうど1キロで重さ測りやすかったから、これでねいろいろ試してみたんですが、まあ、結論ね多分ね7割ぐらいの最終的な重量カットでプレイヤーに加算されるっていう形になりますので非常に便利です。でシノマクロプスが持てる重量は5割カットで、さらにシノマクロプスに持たせたものに関しては7割カットで自分の重量に加算されるっていう形ですね。っていうのがちょっとねめんどくさいんだけど仕組みになっております。まあ、要するに7割カットで自分の重量としてアイテムをシノマクロプスに入れると持つことができるって感じですね。でシノマクロプスに関しては実質重量は2倍あると同じですね。なぜならシノマクロプスは全てのアイテムを重量半分で持つことができるっていう形になっているからですね。なのでやばいっす、はい。やばくないこれっていう感じですね。まあ、なので、まあ、重量を上げた状態で、まあ、鉱石とかを取ると、まあ、やばいっす、はい。ガンガン取れますね。っていうところで、まあ、結構ね、便利な機能になっております。はい。あ、もしかしてもう、機能終わりと思った奥さん、安心してください。なんと、3つも機能ついてます。ということで、3つ目の機能、見ていきたいと思います。で、3つ目の機能何かっていうと、エモートがあるんだけど、エモートにこのクラップっていうのがあるんでね、このクラップを、押すことによってですね、なんと、このシノマクロプスがある技を使います。で、ある技何かっていうと、小動物ね。まあ、例えば、トロードンとか、ペゴマスとか、あとは、まあ、虫とかもそうだね。なんとかソルジャー、チタマソルジャーだっけ？そこら辺とかに対して、なんかね、恐怖状態を植え付ける、なんか方向みたいなのをするんだよね。で、その方向にはダメージも含まれていて、かつ、ポイントとして、バグキラーみたいな感じで虫特効を持ってるんだよね。虫に確かね、何倍だったか忘れたけど、すごい倍率の高ダメージをぶち当てることができますので、マジでね、メガネウラとか、アリッコとか、めちゃくちゃ一撃で倒すこと可能なんですよ。しかもね、全自動で使うことできますので、このね、方向攻撃。めっちゃ便利なんだよね。ここにミクロラプトルいるんだけど、ミクロラプトルにかましてみたいと思います。いくよ。ヘイ！ほら、すごいでしょ、逃げていく。恐怖状態かつダメージが入っている形になります。
で虫キラーなので、まあ、ちょっとねあのミクロラプトルとかはまだ倒せないんだけど、まあ、とりあえずね現状だとそこら辺のテーム個体でもあのアリのなんとかソルジャーとかあとはメガネウラとかは簡単にあの方向一撃でぶっかますことができます。であの右の方にさこうなんか吠えるみたいなさ感じのあるじゃん、あれのゲージが溜まるとまた使えるって感じですね。今赤で溜まってて使えないって状況ですね。これ確かね来るため1分ぐらいだったらねめっちゃ長いのでそこはね連続で使えないのでご注意くださいっていうような形になっております。しかもねこの方向のなんかデバフ攻撃を全自動にもできるので、まあ、さっきと一緒で R 長押しすることによってここねアンエーブルオートスクリームって形でさっきのね方向をオートにしますかってあるんだよね。でアンエーブルにするとこのアンエーブルオートスクリームリクアエスアグロロロロって出ててこういう感じで使うことができます。本当にやばい、これ全自動で方向を打ってくれるから、ただまあ1分のクールタイムがあるのでそこだけご注意くださいって感じなんだけど超便利、本当にシノワクロプスやばいっていうの分かってきた。やばいっしょこれ、ちょっとあのバランス崩してませんみたいなあれになってませんか皆さん。そうなんです、超やばいんです、はい。で、あの、キングダムサーバーっていうね、非公式サーバーで、あの、16人ぐらいでみんなでね、遊んでるね、参加型のサーバーあるんだけど、そこでね、あの、メレコ隊をね、手に入れた人がいて、なんと、100オーバーのトロードン一撃でした。はい。特に虫キラーとかないのに、虫特攻ないのに、一撃でトロードンを抹殺できました。というところなので、本当にね、一番今回ね、廃人のごとくブリーディングをした方がいいのはシノマクロプスです。メレスタミナ重量をかなり高い状態の野生を持ってきて、で、捨て固定して変異させるとマジでエグいことになる。超強い。マジでイカれてる、これ。はい。ということで、なんと便利機能以外にも、トロードンの100オーバーをぶっ殺せます。はい。やべえっしょ、これ。これがシノマクロプスのヤバさです。皆さん今すぐシノマクロプステイムした方がいいですよ。はい。僕は一番最初にお勧めします。何がロストアイランドで恐竜テイムおすすめですか？いや、シノマクロプス！シノマクロプスです。はい。左に橋本環奈、右にシノマ、いや、シノマクロプスです！環奈よりシノマ、そういうこと。はい。ということになっておりますので、いや、あ、でもちょっと橋本か、あ、すいません。という感じでですね、シノマクロプスはマジでやばいから、ぜひテイムをおすすめします。っていうか、マジで必須恐竜なレベル。本当にもう強すぎるから、テイムせざる得ないぐらいのレベルで、超ハイパフォーマンス出してくれるから、マジでやばい、この生物。本当に俺はビビってます、この生物に対して。もうシノマクロプスなしでは、もうアルチューみたいに手が痙攣し始めます、僕。はい。ああ、シノマクロプスがいないみたいな感じになります。マジでやばい、この生物。ということで、最後にシノマクロプスのロストアイランドでの感想をね、総合的なね、話をしていきたいと思います。まあ結論から言うと、ないと、もう無理。はい。そんな感じですね。必須生物です、これは。マジで必須生物。で、こいつ滑空も使えるから、マジで便利なんだよね。滑空のコツとしてはね、上向くと滑空が切れて落下しちゃうから、極力下向く感じかな。下向いて、まあ、なんていうかな、こう、真正面の平均的な真ん中よりちょっと下向くみたいな感じかな。これはね、俺も最初できなかったんだけど、結構練習した方がいいと思います。で、ポイントとしてはね、普通に、高いところから落ちると、落下耐性はないので、普通に死ぬから、ちゃんとね、こうやってパタパタって飛んであげて、普通にジャンプボタンを押して落ちそうになったら、あ、パタパタって飛んであげて、グッてもう一回浮遊状態に行って、低めで落ちるか、もしくは、PC だと X ボタンを押して、このパラシュート状態で、プーンってゆっくり落ちる、みたいな感じをするのがいいかなって思いますね。っていうところぐらいなので、マジでね、デメリットが、操作ミスで落下死するぐらいなので、超絶やばい。もうメリットが大きすぎてやばい。バックパック、テックスーツジェネリック、で、最後には、小動物も抹殺しますっていう形なので、マジでエグい。本当にエグい。はい、もう、これ、テイムせざるを得ないから、マジでね、テイムした方がいい。で、テイムの仕方に関してはね、そのさっきの解説動画っていうのが動画詳細がるので、で、テイムする場所に関してはね、ジャングルの森があって、そっちでテイムした方がいいですね。で、砂漠にも結構いるんだけど、砂漠はね、まあ、環境が悪い。で、まあ、一応ジャングルも環境悪いんだけど、まあ、海岸っていうかその川とか湖の際を除けば、ちょっと内陸部に行けば、まだマシかなっていう感じなので、テイムに関しては基本的には僕はジャングルでやることが多いかなっていうところですね。まあ、そんな感じなので、サクッとね、ジャングル行って、カゴ持ってって、まあ、テイムするといいんじゃないかなと思います。マジで壊れてるから、こいつ。テイム不可避です。はい。皆さんぜひね、このシノマクロプス使って、快適なね、ロスアイランド生活、送ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日はシノマクロプスの総合解説動画を作ってみました。まあ、やばいっす、本当にマジで。俺もビビってます。結構ね、ロストアイランドが出て、今ちょうど撮影しているのが、2週間
経ってない、1週間半ぐらい経ったのかなっていう感じなんだけど、たった1週間半でもマジでえぐい。もうずっとシノマと一緒だから、そのぐらいねシノマクロプスやばいので、まあ出始めにテームするのにはシノマクロプスいいんじゃないかなっていう感じと、あとはね、やっぱり HP はどうしてもね少ないので、 HP 個体でも1000ちょっとしかないので、まあそこら辺はねブリーディングしたりして、まあ個体数を多くした方がいいんじゃないかなっていう感じですね。でブリーディングは卵なんで、ブリーディングしやすいので、どんどんね卵を保管していたり、あとはクライオポットのね子供とかを入れておくのがいいんじゃないかなっていう感じで、まあある程度ねカワウソみたいな感じでちょっとね消費が多くなっちゃう感じのあれもあるので、自己死しちゃうと一発でね普通にそこら辺の恐竜に殺されちゃうので、まあ、そんな感じでね、まあ、ある程度量産体制はオスメス捕まえて築いておいた方がいいんじゃないかなと思います。おすすめは重量スタミナ、あとはメレを上げるとすごく強くなります。ということで本日はロストアイランドでまさかの革命を起こしているシノマクロプスについて解説してまいりました。こいつやばいので皆さんぜひテイムしてみてはいかがでしょうか。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。